E ベースボールパワフルプロ野球。古田さんでは叶わなかった甲子園の夢、桑田さんに託すことにしました。早く強くしていきたいんですが、まだまだうまくいっておりません。桑田さん1年生の秋から再開しますが、めちゃくちゃかいつまんでお送りしますね。そこそこ能力がある選手もいますが、甲子園に行くのはまだハードルが高いです。この能力で挑んだ秋の地区大会は、もう一つ勝てば春の選抜に出れそうでしたが、ボロ負けで秋も終えます。11月、試合に出たこともあり、そこそこ成長、良い感じになっています。ミート力が S ランクに届きそうなので、マシンガン打線のようになってくれる未来が近そうです。練習効率大幅アップチャンスのクリスマスイブですが、うまくいかず、今後自分がやりたいことをやるには、データをコピーできる、任天堂オンラインに加入しようと思った瞬間です。さらに新入生スカウトもちょっとイマイチかな。負けそうな選手はいましたが、速攻性のある選手はあまりいなかったと思います。これも任天堂オンラインに加入していれば違うだろうな。その後2月21日、選手が覚醒するイベントが発生。これは知らないイベントでした。こんなのがあるのか。ものすごい能力が上がっていたんですよね。しかももともと良かった松尾という選手、ミートが93だったり、守備力は10アップ、捕球は13も上がっていました。このイベントすごいな。そして古田さんが卒業。あまり高くない能力です。今度育てる時はもっといい能力にしてみたいな。その後新年度へ、結構期待できそうなレベルになってきていますが、桑田さんはまだちょっと物足りないです。桑田世代が甲子園に行くチャンスは残り3回ですが、さらに進めていきます。さらには年代を変え、2009年、大谷をあわよくば入学させようと思い動かしましたが、それは置いといて、新入生は良い選手がちらほらと。天才の中へ、天性 OB の今永、アベレージヒッター、パワーヒッターの両方を持つ堀など、今永は特殊能力いっぱいなので、一発などが消えれば良い感じ。二つのすごい特殊能力がある堀は、打力だけでも上げればものすごい打ちそうな予感。天才の中へ、こちらは育成していけばこれからパラメータがすごくなるでしょう。総合戦力は D ですが、勝っていければさらに育ちますし、B くらいまで届きそうな予感。桑田2年生の夏が間近に迫った6月、3年生の大橋、2年生の桑田の2人が S クラスという投手陣。今永は育成中で、一発のあるデブ大久保、しかし守備を考えるとキャッチャーのスタメンは斉藤。ファーストとサードがミートへ、1人は2年生で来年ミートが S になりそうで、ショートの土井がミート S 間近、外野手の松尾は覚醒したこともあり、ものすごい能力。そして外野手はまだまだこれから、という我が野球部です。甲子園に行けるのかというところは果たしてどうなるか。これだけの能力があるので、準々決勝まで問題なく進みます。この試合の相手もまだ強くなさそうだったのと、地方大会の魔物があったので、10対3で勝利、あと2つ勝てば甲子園に行けるというところまで行きます。次は準決勝、北上実業というところが相手。総合戦力水のチームでした。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。負けていた9回の裏、土壇場で打ってくる、これサヨナラか、サヨナラか、ダイレクトフェンスに当たった、お見事に追いつきますが、ここで逆転できなかったことが響き、さあ思考を研ぎ澄ませて投球してほしい。ツーデックスの当たり、三遊
桑田に年生の夏が終わります。春でも良いから甲子園に行きたいよ。3年生が抜け、またチーム力がダウン。初めての甲子園に行ける大きなチャンスを逃したので、しばらく甲子園は遠いなというがっかり感の中進めていくことになりました。それでも諦めずに育成は続けている中で、レギュラーのキャッチャー能力がシニアップし、ちょっとずつ成長はしている選手たち。桑田、今永も育ってき始め、バランスのいいキャッチャー、ミート力が上がってきている選手たちが増え始めた中で秋の大会へ。しかし、ここでも勝てません。秋の地区大会に回戦で敗退。やりたいことがあるのに、強豪になってから始めようとしていることができません。いつものように新入生を探す生活、この繰り返しかと思いながら、夏の甲子園の敗退を結構引きずっていました。その後1月、ラッキーな形で春の甲子園に出場決定。秋に負けたんですが、4年近くプレーしてようやく初めての出場へ。出場しただけでラッキーな状況なのですが、1回戦の相手は一番評判がいい高校と対決となってしまいます。桑田が157キロ投げるまで成長していますが、変化球がまだ弱め、今永もまだまだというピッチャー陣。大津のミートが最高に近いところまで成長し、天才の声が急成長中。甲子園でさらに上がってほしいところ。こんなメンバーで勝てばラッキーの戦いへ。実は内気な選手がいなくなってしまい、魔物が使えません。なので絶対無理だろと思っていました。お待たせいたしました。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。大会1日目、甲子園大会1回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側、岩手代表新鋭パワフル。三塁側、和歌山代表強豪稲見。スタンドは多くのお客さんで埋まっています。さあ、注目の大会初戦、プレイボールです。投げた、打った、強い当たり、入れば先制だ。さらに伸びていく、パワフル初回先制。大津タイムリーツーベース、パワフルなおもチャンス。さあ、同点のチャンス。さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。ヒットエンドラン、抜けた、レフトバックホーム、パワフル追いつきました。4対4。バッターは2年生大津。渡辺三塁でストーク、大津ナイスバッ。さあ、究極の思考が解き放たれることになるか。打った、三塁ランナーホームに突っ込む、ファルボール。スリーバントスクイズ、スタンダ一塁送球、パワフル勝ち越し成功。打ちました、打球は右中間に上がっている、越えた、二塁ランナーそのままホームへ向かった。バックホーム、間に合うかどうか。パワフルこの回3点目、8対4。ワンアウトランナー二塁と。中継、パワフルリードを5点に広げます。9対4。1年生小島、第1球投げました、打ちました。第2球投げました、ストレート決まってストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は今永。第3球打ちました、フラフラッと上がった、ファースト落下点に入りました。ファースト取りました、ゲームセット。パ
パワフル初戦をものにしました。春の甲子園大会1回戦を見事勝利しました。優勝候補であろう高校に対象、甲子園で試合をすると結構育つので、いいことずくめの初戦でした。2回戦の相手も強敵、総合戦力 B でした。さすがに各腕ばかり2点差で負けていましたが、大事なチャンスの場面、特殊能力を持つ選手にかけます。代打は堀、パワフル鈴。さあ思考を研ぎ澄ませていく。第2球投げた、ジャストミート、抜けた。石川一気にホームへ。パワフルゲームを振り出しに戻しました。6対6。第9球投げました、初球はストライク。第2球投げました、シンカーは空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、バットこぼした。パワフルここで勝ち越しました。パワフル貴重な1点を追加、7対6。エラーも重なり、ラッキーな逆転、これにも勝利します。謎の勢いが出てきた。奇跡は終わりません。準々決勝、またも総合戦力が B の高校と当たります。さあここは精密機械ばりのバットコントロールを打ちました。これはいい当たり、打球はそのまま伸びていく、センター見送った、ホームラン。満員の甲子園球場が揺れています。スタンドへ突き刺さった、スタンドからの声援が力に変わったホームランです。この試合は初めて危なげない試合運びで勝利、しっかりパラメータも上がり準決勝へ。やり込みプレイ解禁までもう少しだ、頑張らないと。次の準決勝は投手陣、特に桑田が奮闘します。ボール球打った、これは内野ゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。パワフル最後の伝令を、初球から打ってった、当たり損ない。近藤自らベースを踏んでスリーアウト、ゲームセット、パワフル決勝進出です。春の甲子園大会準決勝を見事勝利、決勝進出。ラッキーな形で参加した春の甲子園、しかも内気な性格がないので甲子園の魔物も使えない。それでも決勝戦まで駒を進めました。全部ラッキーです。これで高校のランクは強豪くらいまでに到達するでしょう。そしてどうせなら優勝したい。1球入魂で頂点へ、球児の戦いはクライマックスを迎えます。甲子園大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。一塁側岩手代表新鋭パワフル、三塁側愛媛代表名門東温、優勝旗を手にするのはどちらのチームになるでしょうか。さあ決勝戦のプレイボールです。第3球を打った、抜けた、大津いいバッティング。同点で迎える3、
ーフル勝ち越しのチャンス。打ちました。ヒットエンドラン。ショートバウンド。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。同点で迎える5回。アウト、スリーアウトチェンジ。パワフル打順トップからでしたが三者凡退で。パワフル苦しい局。パワフル。打ちましたピッチャー。一塁送球。アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁完了。さあファイトを前面に押し出した投球をしてくれる。打ちました。原田取った。原田そのままベースに入ってツーアウト。バック打ちました。初球打ち掴んでこれでスリーアウトになります。桑田ツーアウト三塁のピンチでしたがなんとか踏ん張りました。同点で迎える7。さあここを乗り越えて成長したい。打ちました。打った。抜けた。センターからサードへ。中へ。いいバッティングを見せました。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。お手元のファーストゴロ。一塁アウト。パワフル。なおもチャンスが続きます。今日2本のヒットを放っている大津。パワフル1打勝ち越しのチャンス。第3球を投げました。ツーシームはボール。投げた。インロー外れてボール。第5球投げた。5球目ストライク。投球はこれから6球目。打ちました。三遊間の打球。一塁送球。頭から滑り込む。気迫を見せましたがここは及びません。スリー。同点で迎える8回です。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは新3年生岩手のスナイパー斉藤。第9球初球送りバント。ピッチャーが左へ転がした。アウト。さあ得点圏にランナーを進めました。パワフル勝ち越しのチャンスを迎えます。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9球初球シュートは空振り。第2球投げた。打ちました。ピッチャー返し。見破った。センターバックホーム飛びた。ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。第9球ランナー走った。いきなりスクイズ。ボールを掴んだ。二塁へ送る。二塁フォースアウト。スクイズ決まった。パワフルここで勝ち越しました。パワフル貴重な1点。2対1。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。打ってくればいい当たりだ。伸びた。伸びていった。レフトセンター見送った。ホームラン。満員の甲子園球場が揺れています。左中間スタンドに叩き込んだ。スタンドからの祈りが活力となりました。チームメイトが迎えます。さあいよいよ最終回。パワフル今日2回。初球を打ちました。原田そのままベースに入ってアウト。バッターは2年生ユア。外のボール球取りました。パワフル全国の頂点まであと1人。
桑田降板マウンパーフルです初球を打った破っていった小倉いいバッティングを見せました今だ結局アウトを一つも取れずに第2球決まってストライク投球はこれから3球目インコース高め空振り一球一球に魂を込めて投げ込みますマウンド上は近藤投げた高めボール球打ったショートバウンド取った飛び込んだ渡辺軽快な守備を見せました優勝を決めましたパワフル見事春の甲子園大会で頂点に立ちました今日ついに全国の頂点までたどり着きました本当に素晴らしい戦いを見せてくれました初出場で初優勝これまで不運だったところもありましたが一気にラッキーが重なり望んでいた結果が得られましたやっと一つ目標が達成できたからやり込めるよ今後は順を追ってチームが戦っていく姿を見ていくスタイルではなく自分なりに強さを求めたいという方向に変えていこうと思います今回はここで終了します好きな選手の育成にこだわるとかチーム総合力を上げてオンライン対戦に臨むなどそういう方向でいきます。ご視聴ありがとうございました。